芝大宮宮は、東京都港区芝大門一丁目に鎮座する神社である。一時期順直祭者とされた東京十社の一社で、旧社格は不社。もともとは、単に神明あるいは神明宮と称していたが、武蔵区に日比谷里に鎮座していたことから、日比谷神明と、またイ倉クラ送り屋に鎮座していたことから、イ倉クラ神明と、さらに芝の地に住民が居留して、 町の様相を定するに及び、芝神明とも称されるに至った。また別に、伊勢神宮の内外領宮の祭神を祀ることから、関東における伊勢信仰の中心的な役割を担い、関東のお伊勢様とも尊称された。明治維新にあたり、政府の教部省、大上官聖院並びに、東京府の許可の下、明治5年8月30日より、玄根の神社名である、芝大宮宮を称す。 武蔵国に置かれた伊勢神宮の送り屋である、飯倉三倉に創始された、神明社に機械を持つとされ、当初は飯倉山に鎮座していた。社殿によれば、一条天皇の御を、観光2年9月16日、伊勢の内外領宮を勘定して創建し、日向国土軍から得た、宇土石と剣を神宝として奉納したといい、源の頼朝は、元略元年と研究4年の二度にわたって、 信領を寄進し、特に後者においては自ら社産の上1300、余願の地を噛だとして寄進したという。その後中世には、東国武家から厚く数計され、県務4年1月7日には、足利高氏の実定忠義が、戦勝祈願に対する法塞の書状を奉納したほか、戦国時代には、大田月長の数計を受け、天正16年7月24日には、 北条氏直による柴村に対しての政策が発布された。また、豊臣秀吉も、天正18年7月19日あたりに、大乳平定のために、江戸を進発するに際して、戦勝を祈願し、徳川家康も、同年8月1日、江戸入府に際して、社産、翌19年11月28日、武蔵国日比谷里に、車両15国を寄進した。 慶長三年八月、増上寺が当神社の旧鎮座地へ移転することとなったため、現在地へ奉仙し、翌々五年九月一日、家康は関ヶ原出陣に際し、謝賛して、戦勝祈願をし、同十九年から二十年にかけての大阪の陣では、徳川方の戦勝祈願をするべく、将軍、秀忠の性質、 お栄誉の方の第三として、家光の乳母である春日局が社賛をしている。以後、歴代将軍家、幕府の庇護を受け、社殿の造営、修復等は幕名により執行するとともに、幕府より主事の祈祷依頼があり、大名による三景当諸公からも数景を受けた。また姿勢においては、東海道沿線で、江戸市中都市外の境界線上に鎮座し、増上寺も隣接することから、 江戸時代に入って参詣者が増え、江戸から出府する旅人にとっては道中無事を、入府する旅人にとっては道中無事の放送をといった祈願が行われた。さらに、江戸時代にはおかげ参りと言われる伊勢神宮への参拝が数多く見受けられるが、高額な旅費と長期間の旅程を要し、容易に行うことは難しかったため、代わりに、 伊勢神宮の祭神を祭り、江戸市中に鎮座する当神社への参詣者が増えていったと考えられる。参詣者が増えれば、それを当て込んで参道に数々の出展が見られるようになり、茶屋、洋湯場、吹屋、花の炉屋、相撲、手妻、軽業、剣術、富屈、工業、丘場所、影間などの風俗店や芝居などの見せ物小屋で賑わい、特に、 死は神明の代々持ちは、土産物として、評判を呼び、名物となった。さらに、江戸で出版された、娯楽絵本の版元で、地本問屋として、名を馳せた、泉谷一兵衛が、天明頃には当人社近隣に店を構えていたと、言われ、この界隈は、マスコミの拠点にもなっていた。なお、大英年間に、金村から出荷し、王風に煽られた火災によっている衣装をしたのを、 はじめとして、近世にはしばしば退化に見舞われ、その度に再建されている。明治元年10月、明治天皇統合の際、本社を内視書として昇級し、同年11月8日、順直祭者に指定され、翌2年の長雨に際しては7月3日に、朝廷より止めうぎ党の依頼があるなど工遇されたが、明治3年9月1日、順直祭者制度の廃止に伴い、 東京府の府舎となった。明治9年1月4日、火災により消失したため、翌10年3月に再建、大正12年9月1日の関東大震災により東海延焼したため、昭和2年8月、本殿等主要建造物を再建し、同13年12月には完全再建されたが、同20年5月26日に東京大空襲により消失して終戦を迎えた。 戦後は、神社本庁に参加し、昭和22年1月13日に、本殿祭建、同39年9月12日には、本殿祭造営が完工し、平成17年9月16日の例祭では、鎮座千年を祝う、芝大見和ぐる千年祭を採用し、合わせて、社務所等の改築を取り行い、現在の景観となる。芝神明の代々持ち江戸時代から、 土産物として親しまれたアンコロ餅。芝神明の授与品として著名な郷土玩具のチギ箱。三つ重ねにして薔薇で結ばれ、表面にはドロイグで藤の花が描かれている。チギが先着に通じることから女性の衣服が増えると箱の中の入り豆を食べると雷除けになるとも伝えられると生姜の絵あり。芝具代々餅と記された紙幣が書き写されている。 清水清風町、東京名物百人一首明治40年8月、芝新明の代々持ちより抜粋明治までは官主や、二家と別当職が三党体制でシャムを執行し、別党が主座とされていた。官主職は宗氏にあたって、斉藤正氏が新職とされて、以来、斉藤家が世襲し、11世紀末あるいは12世紀、初頭に別家を建てて、 ニアの西東家にて継承してきたというが、文政年間に別家の西東家に後継者が出なかったため、北品川稲荷の官主、小泉家より迎え、加盟小泉をそのままとして、以降、斉藤、小泉の二家となった。官主の下には、大ネギ、ネギ、シャチ役人がいた。また、別当職は、比叡山延暦寺の末寺。 また東栄山関映寺の末寺であった林美山、返上寺混合院で、辞伝によれば、元久5年に芝海辺辺りに回帰されたという。明治元年、神仏分離政策により、別当が廃され、官主が主座とされたが、その名称は、同5年に、四官、同27年には、社視に、さらに昭和21年6月には、原稿の宮寺と変遷した。ちなみに、 明治以降の官主は、明治7年11月から同11年5月までの、稲葉正久に、11年7月から翌12年6月までと、同15年4月から22年11月まで、同28年8月から30年5月までの、諏訪中世のように、幕末の老中経験者が務めたことはあるものの、大胸死者君が就任した。宇治子内の懲戒と、大まかな現住所を示す。 古くは、境内外に多くの雪末車を所管していたが、現在はすべて本殿に合祀されている。イカ合祀以前の外境を述べる。明治9年1月の火災により消失するまでの、境内車に夏季の雪末車が鎮座していた。明治9年以後、合祀が行われたり、関東大震災などにより消失したため、昭和11年9月12日に改めて抹車一社を再建し、 全抹茶を合肢することとなり、大国主名、少なびこなの命、今年老主命が祀られていたため、参画過後の者とされたが、これも第二次世界大戦の戦果で消失した。ありがとうございます。